イアン・マキューアン、CBE は、イギリスの小説家。1948年6月21日、ロンドンから南西に約60キロメートル離れたハンプシャー州、オールダーショットに、父、デビット・マキューアンと、母、ローズ・リリアン・バイオレットの間に生まれる。スコットランド出身で、労働者階級だった父は、軍で少佐の地位まで上った。幼少期は、 父の駐屯先であるシンガポールなど、東、アジアやドイツ、リビアなどの北アフリカで過ごす。12歳の時にイングランドへ戻り、ロンドンのウールバーストーンホールスクールに通い、サセックス大学へ進学し、1970年に英文学の学位を取得した。後に、イーストアングリア大学でクリエイティブライティングを学んだ。1975年、短編集、最初の恋。 最後の儀式で作家デビュー、同作で翌1976年にサマセットモーム賞を受賞。1978年2作目の短編集ベッドの中でお上司。1979年脚本を務めた擬曲ソリッドジオメトリが BBC で放送予定だったが、猥褻な内容が問題視され延期されたことでくしくもなお知られるようになった。 同じ頃には長編小説セメントガーデンや違法人たちの慰めを上司、後者は迷宮のベニスのタイトルで1990年に映画化された。これらの作品の作風からイア・マカーブラというニックネームを付けられた。1987年に上司した時間の中の子供でウィットブレッド賞を受賞。1990年にはイノセントを 1992年には黒い犬を上司。子供向けの本、1985年にローズ・ブランシュを、1994年に夢見るピーターの七つの冒険の二冊を出している。1997年、妄想症のストーカーとの関係を描いた愛の続きが高評価を得て、ブッカー賞にノミネートされたが、最終候補に残ることはできなかった。 同作は2004年に、J の悲劇というタイトルで映画化された。1998年、アムステルダムで同賞を受賞。2001年に上司した、食材も絶賛され、タイムで2002年のベストに選ばれ、再びブッカー賞の最終候補となった。同作は2007年に、償いのタイトルで、ジョーライト監督、ジェームズ・マカボイ、キーラ・ナイト・レイ主演で映画化された。 2005年に上司した土曜日は脳神経外科医として成功している男の波乱の1日について描いた作品でジェームズ・テート・ブラック記念賞を受賞した。また2007年に発表したショヤがサンド・ブッカー賞の最終候補となった。映画や舞台の脚本、子供向けの作品、オラトリをマイケル・バークレー作曲の歌劇放遊の作詞なども手がけている。2008年6月、 ヘイフェスティバルに参加したマキュアンはサプライズで執筆中の作品の一部を朗読した。この作品は2005年に模様された芸術家と科学者が北極付近へ船で行き環境問題について議論する探検にマキュアン自身も参加したことからインスピレーションを得たもので2010年3月にソーラーとして刊行された。マキュアンはこの作品について 物理学の研究でノーベル賞を受賞した主人公マイケル・ビアードは誰もが羨む賞を受賞したことで研究が妨げられるようになったことに気づくんだがこれは決してコメディではないんだそもそも僕は無理やり笑わせるようなコミックノーベルが嫌いでねと述べた2012年に刊行された通算12冊目となる作品甘美なる作戦は 1970年代を舞台にした作品である。2012年11月のウォール・ストリート・ジャーナルのインタビューで同作の映画化の権利を償いを映画化したのと同じ会社が買ったことを明かした。2014年観光の未成年は結婚生活の危機を迎えた裁判官と信仰から有効な治療を拒否する少年を題材とした作品である。 2016年に上司された憂鬱な10ヶ月では母親と不倫相手による父殺しの計画を知った胎児を主人公にして物語が描かれる。2006年、食材の一節が1977年にルシラ・アンドリューズが刊行した回顧録のタイムフォーロマンスからの表説であると訴えられ彼の作品が情報源であることを認めた。他にも食材に アンドリューズの自伝や他の作品から短いながらも流用したことを認めたことでこの件はますます長引きデビュー作セメントガーデンの鍵となるプロットがイギリス人作家ジュリアン・グローグが1963年に発表しドラマ化もされたアワー・マザーズ・ハウスに告示していることが露見した。マキュー・アン自身は初期の作品については気がつかなかったと主張し盗作を否定した。 アンドリューズの死から1ヶ月後の2006年11月、マキューアンは、ガーディアンで盗作については知らないとしながらも、ノータイムフォーロマンスの作者には、恩があると認めた。ジョン・アップ・ダイク、マーティン・エイミス、マーガレット・アトウッド、トマス・キニーリー、カズオ・イシグロ、ゼーディー、スミス、トマス・ピンチョンなど、複数の作家がマキューアンを擁護した。ありがとうございます。